おはようございます。う、あ、いらっしゃいませ。お早いお越しですね。ええ、ちょっとね。アレッタさん、急いで準備してきてくれ。はい、それではごゆっくり。あの人は？このお店で働いてる人。 おはようございます。いらっしゃいませ。お待たせしました。きんぴらかき揚げのライスバーガーです。かき揚げの衣に卵は入ってないんでご安心を。ではごゆっくり。いい匂い。ね、これ食べていい？ええ。あ、多分暑いからやけどしないようにね。この香ばしく焼かれたライス、醤油の塩気、わずかな砂糖の甘さ、酒のかすかな香り、完璧な味付けだわ。この間に挟まっているのがきんぴらのかき揚げ。これは未知の料理ね。きんぴらという料理に水で溶いた小麦粉の衣をまとわせ、油で揚げてかき揚げという形にしたってことかしら。シャキシャキとした食感の木の根のような野菜と、細かく切って甘じょっぱく煮た顆粒と、おそらくこれ単品でもライスに合うんだろうけど、油で揚げることで食べ応えと満足感を出している。この味噌スープにも合うわ。本当に店があるなんて。誰にも内緒だよ。もちろんです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。サービスのお冷やとおしぼりです。お待ちしておりました、シリウスさん。ご注文は前回お約束したものでいいですかね？はい、お願いします。かしこまりました。お待たせしました、ピザです。おお、これが。お好みでこちらのペッパーソースをかけてお召し上がりください。お気に召されたらおかわりもご用意できますので、おっしゃってくださいね。これはパンですかね？随分と平べったいような。うん、結構熱いな。匂いは悪くないな。こんなに伸びるチーズは初めてだ。おいしい。マルメットとチーズの相性がいいな。互いの旨味を引き立てる。土台に使われているこの薄いパン、よく焼かれていて、外はカリカリなのに中はふっくらと柔らかい。素朴ながらも上に乗った他の具材の強い味を一つにまとめている。このマルメットのソース、ハーブは何を使ってるんだろう。パンを皿代わりにするという構造は昔からあった。しかしこれは土台と具材を同時に焼いているのか、よく馴染んでいる。